新年のご挨拶。全国会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。南阿蘇様におかれましては、平成26年の新春をお健やかにお迎えになられたこととお喜び申し上げます。中年中は倫理運動に対して真心あふれるご尽力を賜り、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げますとともに、本年もどうかご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。私たちは今年度の基本方針、内外拡充、上下一心のもと、心を一つにして、より良い、より果敢に倫理運動を展開してまいります。あらゆる営みの基盤をなすこの純粋倫理は、困難な時代ほどその進化を発揮します。今がその時であり、まず明るい家庭づくりと喜びの職場づくりを中心に、現実に、そして着実にその輪を広げてまいりましょう。法人会員組織においては、全国10万社の大目標に向けて、まず足元を固めるべく、目下全国正倫理法人会が規定通りの100社以上となるよう、組織強化に取り組んでおります。現在各地域の活動拠点である倫理法人会数は全国約670箇所に上り、倫理1万7000ライセンスの認定企業数は183社となりました。さて、昨年9月2日、倫理研究所は法律に基づき、社団法人倫理研究所から一般社団法人倫理研究所へと移行いたしました。奇しくもこの時には日本の精神文化の伝統の中核にある神道の世界では、伊勢と出雲の式年遷宮が重なり、政界では奇跡の誕生を遂げた現内閣が経済再生、教育再生に向けて勢いを強めております。これらの機を一にした念の中にあって、私たちの倫理運動もいよいよ創生の本番を迎えたことを実感せざるを得ません。すなわち、民族、宗教、価値観の対立を超えて、あらゆる人と文化が共存共生できる世界の実現こそ創始者の悲願で、この悲願を心に刻み、今年も一年、大しく、そして堅実に歩み続けていこうではありませんか。倫理研究所の役員、職員、指導、心を一つにして業務に精励、倫理運動のさらなる躍進を期して邁進いたします。会員の南原様のさらなるご健勝とご繁栄を心より記念申し上げ、新年のご挨拶といたします。平成26年1月1日、一般社団法人倫理研究所理事長、丸山俊明、改革を終わらせていただきます。さて、会長に戻りまして、今日は初めてお正月に入会式をすることができました。株式会社アースリンク、久米貴大さん、どうぞ。